はい、こんにちは。今日はね、総集編やっていきたいと思います。過去の映像を流しながらどんなことをやってきたのかを振り返っていく感じですね。まあ実際に流しながらやっていきましょう。はい、こんにちは。今日はね、昨日12月3日発売されたプリミティア、こちらを遊んでいきたいと思います。はい、ドーン。イエイ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 プリミティアね、今までプロトタイプを遊んでたんだけど、今回製品リリースされています。喋り方がちょっと違うこの回ではバージョン1リリースってことで、プリミティアの最初の最初でどんなことができるのかざっくり紹介しています。もちろん1回では説明できないくらいいろんなことができるので、そういうところを2回目以降でどんどんやっていきます。2回目は重要な部品であるベアリングをゲットするためにドローンを探しに行って、基地は見つからなかったんだけど、とりあえずいくつかゲットできましたね。まあ初めてのお客さんとか昔の動画をご覧になられていない方は、今回の総集編で気になった部分の動画を見ていただけると嬉しいし、昔からご覧になられている常連さんは、あ、こんなことやってたなって思いながら見ていただければと思います。そんな感じで次々流していきましょう。前回の戦利品ベアリングが5つ、3回目はベアリングの簡単な工作と坂と風の確認をしてますね。海は今回のバージョンで初めて実装されたので、今後もいっぱい遊べそうですね。4回目もベアリングを使いつつ、今度は海で遊んでます。まあ私はこのゲームを半年くらいやってるつよつよプレイヤーなので、サクッとまあ基地の制圧には成功したんだけど、実はね、最初に制圧したこの基地を本拠地って呼んでて、それ以降本拠地って言葉を使ってないんだよね。いずれここに戻ってくるつもりだったんだけど、今となってはいつ戻ってくるかわからないのってそろそろ第二本拠地を作りたいですね。で、基地を制圧した後はドローンがいっぱい確保できるようになったので、ドローンに乗るってのを試してます。ドローンは上に動く特性があるんだけど、例えば台車に乗せると前に進むものが作れます。こちらではドローンを動力として活用する方法をいろいろ試してます。今でも結構頻繁にドローンは使うので、その基本的なところですね。先日プリミティアのバージョンが上がってエンジンが実装されました。はい、ドーン。はい、エンジン実装からの車を作った回ですね。乗り物はいくつか作ってるんだけど、この回で試したことがかなりベースになってます。完成。おー、ちゃんと走りますね。結構ちゃんと走れてますね。前輪もベアリングの軸で作り直すとさらに改良できそうですね。ありました、あれです。さて、どんな動きをするんでしょうか。あれ、結構えげつない曲がり方をしてますね。
この回で出てきた武器たちは半分面白アイテムとして出してるんだけど、そのうち改良版が出てくると思います。全然見つからないですね。こうなったら新しい島を目指して海に出るしかないですね。新しい島に旅立って金銀を無事にゲットできたので、何ができるのかってところで、主に銀でビームを反射させる挙動を試していきます。で、金銀を運ぶのと基地のビームから身を守るために装甲車を作ってこいつで旅をしていくんだけど、この段階ですでに迷子になってて船をどこに置いたかわからなくなってるんだよねひとまず海岸に出てみたんだけど全く見当たりませんね見つけましたここで船と装甲車を合体させてエンジン船を作ってます。歯車の仕組みとかは船に積む前提で作ってたのと、そもそも車体の合金とかプラスチック自体が船の改造用の材料で、それを運んでました。動力が何もない状態で、おー、ちゃんと動きますね。で、船を帆船に改造しても見たんだけど、こっちは実用レベルまで持っていけなかったですね。はい、ドーン。こちらの完璧な設計図を見ていただければ一目瞭然だとは思うんだけど、こちらは会場での建築ですね。素材選びとか運搬とかなかなか難しかったですね。この基地ではいろいろやろうとしてたことがあるんだけど、まずは波を起こせるかっていう実験をやっていきます。もしこの実験が成功したら運河みたいな海上運輸システムが作れるんじゃないか。結局波を起こせないって結論にはなるんだけど、この後他にやろうとしていた実験を差し置いて旅に出ないといけなくなりました。すでに作成されたマップには新バージョンの要素の一部が反映されないっていう仕様になってるので、よし、じゃあこれで出発しましょう。これね、この時はなりふり構ってられないくらい遠くに行かないといけなかったんで、まあいろいろやってますね。ただこの到着地点からもうちょい先に行かないと火薬が手に入らなかったんだよね。バージョンの壁が実は3段階あるって話なんですね。まずは第3の壁を越えるまでもう少し進んでみましょう。噴気口の近くまで船で移動します。燃料がある場所がここですね。火をつけてみましょう。あー、そもそも近づく前に倒す武器として地雷を作ってみました。何回かやってるとあれ分裂しちゃいました。グリーンスライムの基本的な挙動の確認ですね。このしばらく後って育てたり増やしたりするのでその事前準備ですね。この大陸で一番高い山に登ってきました。とにかくあの傾斜のせいで普通には登れないんだけど、まずは
草の板を2枚持って、まあグライダー自体はなんとか出来上がったんだけど、この山への荷物の持ち運びが過酷だったんだよね。こちらが噴気孔です。まず分かってること、硫黄が無限に湧く。噴気孔は意外なくらいいろいろ発見がありましたね。噴気孔自体が無限エネルギーでもあるし、硫黄燃料も活用したいですね。以前この山の上に無理やりよじ登って、上にはあの時作ったグライダーがあるんだけど、周りに何もない山の中腹っていう状況なので、いろんな制限があって難しいですね。荷物を持って上がる想定なので、坂は若干余裕がある傾斜にしておきます。まあひとまず木と食料と動力が確保できたので、住む場所を作ってみましょう。あとは風車でも作っときます。空中都市はこの後エンジングライダーを作るために、資材を運ぶための道を作るってのが主目的ですね。それぞれの場所でどのような動きの変化があるか検証していく感じですね。これは気温によるエンジンの回転を比較するっていう地味な検証なんだけど、意外な計測結果が出ましたね。まず以前作ったグライダー、こいつに動力をつけて向こうの島まで飛びたい。こいつは飛ばなかったんだけど、羽の枚数が足りなくて出力不足って原因が濃厚です。まあ資材持ってくるのもなかなか疲れるので、この時としてはどの道限界でしたね。プロペラを作った大型のものをうまく動かすことができなかったので、今回は基本的なところが間違ってないかどうかを確認していく内容です。まず単純にプロペラの数を増やします。次は燃料を多くしてみます。この回ではエンジンの強化についていろいろ試してますね。これも後から使ったりします。バージョン 1.3 で実装された機能で、これをもとに木を増やすことができるって仕組みになってるみたいです。よし、なかなかいい感じですね。ドローンは水に弱いので、一つ隣の島までは浅瀬でつながってることが分かってるので、ジャーンプ、ダメか。浮いて掴んだり、持っていく分には十分に確保したし、これを持って出発地点に帰りましょう。前回入手した木の実2種類、こちらを使ってこの不毛な大地を緑化していくっていう内容になってます。松ぼっくり、植物によって育つ環境が設定されているって話はあるんだけど、育った緑でいっぱいになりました。前回育てた木がいっぱいあるので、これをしこたま食べさせてめちゃくちゃでかいダメージが出るようになるまで育ててやろうっていう内容になってます。おー、3000以上のダメージが入ってるみたいですね。まあここから育ててどのくらいのダメージが出るようになるのか、スライム爆弾10万ダメージ超えは予想以上でした。
グリーンスライムを育てていっぱい増やして火薬の材料になる長石をいっぱいゲットしていこうってな内容になってます。グリーンスライムを育てるのはなかなか難しいんだけど、これで長石が無限に得られるようになりましたね。こんな感じで熱伝導式ジェネレーターを作って、それを使ったランチャーを作ってみました。エンジンを熱伝導で動かすのはこの後も何度か試してるんだけど、どうもこの世界では不自然な伝導をするかもですね。ドローンの力で進んでいって、深いところに行くとドローンが停止します。停止したプロペラが逆回転しています。おー、ドローンが停止した時にちゃんと逆回転して、その分ちょっとだけ前に進んで、また3メートル以内に入って前進用のドローンが起動して進めてますね。今見えてる島まではそんなに深くないことが分かってるんだけど、ここでもまたうまく動いてますね。渡りきることができました。わー前の回で作った熱伝導ジェネレーターを改造して、冷却時に反転する挙動を利用した装置ですね。ドローンが動かない海上でドローンの力で動くっていう開拓なんだけど、労力の割には利用価値は限定的ですまずはこのゴムの木、偶然最初に見つけたやつが運よく実がなる木だったので、これを持って帰れば今のキャンプ地でゴムの木を育てることができますね。ちょうどアップデートが入ってフォルスターと傾斜についてもちょっと触れてますね。基本的には来た道を戻るだけなんだけど、あれ？こんな道だったっけ？こっちか。目的とは違うんだけど、ちょっとこっちの方に行ってみましょう。この回は予定してたものがうまく作れなかった代わりに、種子が似た感じの別物を作ってますね。ホルスターでドローンを装備するってことを試してます。あの山の上に物を運ぶよりもこの辺で作業をした方が良さそうですね。この時ちょっと寄り道した場所に最近までずっと滞在してたんだけど、ここでは2回にわたってバイクを作っていってます。ひとまず動くものはできたんだけど、前輪が壊れやすい問題があったので、よし、だいたいこんな感じで良さそうですね。まあまあ走れるバイクは出来上がったんだけど、実用レベルにはならなかったですね。結論としてはゴムが想定外の動きをすることが分かったんだけど、それはこの少し後で試していきます。暑い季節にちょうどいいテーマってことでやっていきましょう。真珠層のガラスを使って何かやってみようってことで、武器としてはいまいちだし、何かガラスが主役になれるものをって考えた結果ですね。実用性自体はないんだけど、いろんなことが試せました。おー、まあまあ飛びました。おー、結構飛んでますね。大きいやつよりも本体の重量が軽いので、上に飛ばすにはこちらの方が距離が伸びるのかな。ただもっと
花火っぽくしたいですね。たーまやー、おー、火が飛び散る仕組み自体は思ったほどうまく動いてないんだけど、火の粉が散ったりするエフェクトがなかなか綺麗ですね。とりあえず人が乗れるようなサーフボードを作っていきましょう。これは動力なしで水の上を動くものを作るっていう試みだったんだけど、自分でもびっくりの動きをしましたね。まずは氷を探しに行くところからですね。ちょうど前回たどり着いた氷山ですね。ここでは初めて触れる氷の挙動を確認してます。まずは普通に溶ける動作がどんな感じなのか確認してみましょう。氷を持って帰れるかを試して、まあ実験としては成功したんだけど、最新の注意を払ってないと溶けそうだったので持ち帰りは諦めました。はい、ドーン。こんな感じで足に装着するタイプの移動装置で、ストライクウィッチーズシリーズに登場する兵器ですね。戦車をモチーフにした陸戦型ストライカーユニットってものも存在するみたいで、この際陸戦型ってことにしときます。これは結構いい装置なんだけど、ものすごいスピードが出たりするのって使いこなすために練習が必要ですね。まず何が難しいのかというと、水中のエンジンに熱を伝えるってのが課題ですね。エンジンに直接火を当てるんじゃなくって、熱伝導でエンジンを動かす試みですね。いろいろ試した結果、結構効率的に海の中を進めることが分かったので、今後も何かに利用すると思います。まず足の動きですね。見た目上は足が2本動いてるように見えるんだけど、立ってる位置の判定があるだけで足を操作することはできません。この辺からスポーツシリーズなんだけど、 VR 機器の問題もあって完全再現するのは難しいですね。でシュートがどうやってもできないので、何かオチをつけようと思って、まあお遊びではあるんだけど、どの道スライムキャノンは使う予定があったんでね。それで作ったのがピッチングマシーンなんだけど、これはこれで全然打てない。よし、これでバスケットのゴールが完成しました。この辺のスポーツシリーズは体の挙動とゴムの挙動の両方がメインですね。この時に使ったジャンプ台はちょっと後にトランポリンとして応用します。今日はね、シャトチェッキシャトスキシャチ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 これはね、ゴムの材料が足りなくなったので噴気口から硫黄を飛ばすってな試みですね。よし、ギャラクティカマグナブーメランテリオス。これはゴムでスライムを弾け飛ばして戦うっていう試みですね。ダメージは与えられないので実戦では無意味なんだけど、
かなりいい運動になります。断崖絶壁になってる渓谷、よし、これで一本橋が完成しました。早速歩いてみましょう。なかなか難しいあー、ここからアスレチックシリーズですね。歩いたり掴んだりジャンプしたり登ったりしていきます。先に作業しやすいように足場を追加しときましょうかね。あー、私くらいの上級者になれば、あーよし、実際に遊んでみましょう。あー、慎重にクリア、やったー。この絶壁を登ってみようと思います。最後のこの地上に上がる部分がね、足を上げることができないので、どうやっても登れな、あれ、登れた。崖の上に道具なしで登りきることを発見できたのはでかかったですね。じゃあもっと高く飛べないか少し試してみましょう。まず2枚重ねてみる。さらに大きなゴムならもっと飛べるんじゃないかと。っていうかね、この高さをほとんど上まで届くくらいジャンプしてるかなり惜しい。あとは掴むことが、お、よし、掴みました。あー、で、こいつはゴムでできてるんだけど、これがなかなか跳ねない。一部のプリミティアプレイヤーで流行ったつぼおじムーブですね。このハンマーには武器としての実用性はないんだけど、ここで使ったボルスターを使っての武器を応用して作ったのが次のザンバト。よし、じゃあ実際に刀身部分を作っていきます。これで殴ってみると、おー、一撃で壁を破壊しました。このザンバ刀であの基地を破壊してみましょう。よし、じゃあこれで実際に戦ってみましょう。じっとしてると結構防いでくれるんだけど、効果的な使い方をひらめいたので再挑戦。こちらは攻撃ではなく防御なんだけど、同じくポルスターを使った戦闘用装備ですね。まずエンジンは2つをつなげた直列エンジンを使います。傾斜でひっくり返りにくいように重心は低めで、坂の傾きで引っかかりにくいように車幅も狭く作っていきます。もうすぐアップデートが入るんじゃないかな、どうなのかなってな感じで、どうにでも動ける場所まで移動するための乗り物を作ります。おー、平坦な場所だと動くし、スタート直後に下り坂があるので意外といい感じに見えますね。で、ここまでの検証結果を踏まえて改良していきます。よし、では行ってみましょう。よし、行けた。問題は金銀が80キロあるのと、進みたい方向にすごく高い山があること。これまでいくつか乗り物を
作ってきたノウハウを生かしていい感じの乗り物が出来上がりました。まあ壊れちゃうんだけどねということで総集編やってみたわけなんだけど、いかがだったでしょうか。まあざっくり流したので細かいところは本編をご覧いただけると嬉しいです。で、今あんまり物がない氷山に到着したところでどうしよっかなってところだったんだけど、これ下に降りたところにね、あれどこだったかな、あった、あそこにプラスチックが調達できる場所があるので、あそこまで移動しようと思います。で、前回壊れたバギー、あれを修理してあの壁を破壊する武器を作ろうかなと。ということで次回は突撃戦車やっていきたいと思います。はい、じゃあ今日はこの辺で、バイバーイ。